皆さんこんにちは。こんにちは。朝晩も涼しくなり、すっかり秋らしくなってまいりました、うん、皆様の地域ではいかがお過ごしでしょうか。さて市長、はい、秋といえばいろんな秋ございますが、ね、私としては一番はやはり食欲の秋なんですね。今年は猛暑続きで、まあ、お米の出来具合もちょっとね心配されたんですが、すごく心配しましたね。猛暑続きだし水不足もあったし、それからあんまりにも天候が暑すぎて、お米の稲に対する影響がどうなのかなと、そこに加えてこの秋といえばもう台風がありますので、その台風が来たらせっかく実りの秋あちこち走っていっても稲が思いっきり頭を下げているという姿を見ておりましたけれども、開けてみると私たちが注意をしておった以上にいいお米もできたということでありますし、その米はそもそもが水がすごくおいしいから、だからお米も味があって美味しいんですよね。もうすでに出回っているということも聞きますので、ぜひとも新米をご購入いただいて、まずは秋の訪れを早く実感していただければと思ってます。9月中旬頃からは私のあちらこちらで稲刈りのね、風景も見えましたし、インターネットショップアソモでも、新米の販売が始まっております、後ほどこの番組のクイズのプレゼントもアソモから新米を今回は、ご用意いたしましたので、皆さんふるってご応募ください、さて今回の視聴室ではイベント情報や学校教育に関する取り組みについて市長に伺います、まずはこちらポスターがございますが、立派なポスターがここにあります、はい、毎年恒例の神楽フェスティバル、こちらから教えてください、はい、恒例のもう27回を迎えることになりましたけれども、阿蘇波の地区でさっと何百年も続く地域に伝わった伝統芸能の一つですね、中江岩戸神楽の皆さんと、それからもう一箇所、横堀神楽岩戸の皆さんと、が一生懸命になって、後継者を育てながら今日まで受け継いで頑張っておられる、そんな神楽でありますけれども、小中学校の子どもたちもまたその神楽に魅せられて、自分たちも後を継いでいこう、そんな思いで課外活動を通じながら今一生懸命やっておるフェスティバルがいよいよ10月の6日土曜日に行われることになりました、ぜひとも多くの皆さん方に来ていただければありがたいと思ってます、今回神楽なんですけれども、こちらね9月号の広報阿蘇、こちらも6ページにわたって、そうですね、僕も開いてみて、その構成が神楽の生い立ちとか、神楽の意味とか、そして今中江、それから横堀地区の神楽の保存会の皆さん方が取り組んできた、その思いというのがこの中に入っておりますし、ちなみにこのフェスティバルの中では、大分県側の方からも応援に来ていただいて、なんと9団体が子どもフェスティバルも含めて、やっていただくということで、まず事前にこれをよく目を通しておかれると、当日来られた時によくその意味とか、また一段と面白みがお分かりになるんじゃないかなと思いますから、この広報で記載されているものを目を通していただけると、すごくいいと思います、はい、阿蘇市役所のホームページからもね、インターネットでも広報を見ることできますので、そうですね、市外の方ぜひご覧いただきたいと思います、それともう一つは去年から、夜神楽があるようになりましたし、今までは昼間だったんですけれども、昼間は壮大な勇壮な、そういう神楽の舞が出てきますけれども、日暮れになって松明を焚いて、その中で神楽が回れるということだと、これまたすごく幻想的で、一段と違った世界に来て感激しているということにも
感じられると思いますから、楽しみにしていただければと思います、はい。第27回神楽フェスティバルは10月6日土曜日午前11時から阿蘇市並野にあります道の駅並野神楽園で行われます、今年からご来場の皆様を対象にお楽しみ抽選会も行われるということです、入場料は高校生以上が700円、中学生以下は無料です。多くの皆様のご来場をお待ちしております。そして続いては私たちの目の前にあるこちらの機械についてなんですが、そうですね、はい、学校教育の環境整備についての話題です、はい、10月から阿蘇市内の小中学校にタブレット端末が導入されますが、はいはいはい、この事業についても教えていただけますか。そうですね、やっぱり時代の進化と同時に、情報もいろいろ変わってきましたし、学校のこの学校の在り方ということと授業も変わってきたと思います。ちょうど28年からだったと思いますけれども、ICT 情報を活用しながら電子黒板とか、そして子どもたちがその発表で使う投影機、そういうものを導入してまいりました。でもまだまだそれだけでは不備がありますし、今回タブレット端末を多く導入しながら、子どもたちが直接触れて、そして子どもたちの感性で、それが投影機を通じながら ICT の黒板に、ちゃんと映し出されて、その成果が見えるというものを今回導入をしながら、やっぱり教育というのは人づくりでもあるし、人をなくしてその地域は発展しないし、またいろんなものもこの神楽にしてもやっぱり人が追ってこそ守っていけるもんだと思ってますから、そういう意味のことで地味ではあるけれども一番大切なものだと思って今回も導入をさせていただきました、はい。平成26年度から、ね、26年からだったですね、電子黒板が、はい、投影機導入されまして、2020年度から新しく始まる学習指導要領においてもこの ICT を活用することが、決まってますし、子どもたちの環境学習というのもこう、目まぐるしく、変化する中で、阿蘇市ではこういった事業に取り組んでいるということで、実は私も阿蘇市の小学校にですね、子どもさんが行っていらっしゃいますから、なので授業参観とかに行くと、そのもう電子黒板とか投影機をもう活用した授業が見ることができて、とても充実した中で子どもを育てられるなっていうのは、一親としては本当にありがたい授業だと思っております。なかなかこういう ICT 環境が整った地域というのは、そうですね、思いっきりそこのクラスごとにというのは、他の地域でもなかなかないと思いますけれども、でもそこはやっぱり子どもたちの成長と、そして子どもたちがいざ次の学校に上に上がっていく、そして社会に出る、そんな時ますますこの情報化の社会になってきた時、遅れないように、むしろ先進的に自分たちの方が取り組めるという環境を作っていくのが私たちに今与えられた使命でもあると思っておりますので、いとわず、あるいは押します。一生懸命このことについては導入をし、子どもたちのビッグな人になるように、我々も期待をしながら取り組んでいきたいと思ってます、どうかすると子どもたちの方がですね、すごいと思いま す, す、ね、子どもたちの方が吸収力も早いですし、でもまたそこに、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとの間ね、このやり取りの中で、コミュニケーションもいい意味で生まれてくるんではないかということも思ってますけれども、そうですね、家庭の中でも話題作りの一つとして、そうですよね、なればいいですね、実は市長も最近スマートフォンになったのはいいんですけどね、ちょっとあるところに海外を出張して、そこに携帯電話を置いてきたもんですから、忘れたとは言えないですからね、その後もう思い切ってじゃあスマートフォンにということで、1週間前からそれやってる最中ですけど、ですから子どもたちにもそういうことで出くわればですね、教えてもらうとありがたいなと思ってます、じゃあぜひもし視聴見かけられ
阿蘇市のお子様方教えてあげてください、はい。このタブレット端末は、今月から順次各学校へ設備導入されます、はい。なおですね、今回ご紹介しました神楽フェスティバルについてのお問い合わせは観光課、はい。こちらの学校教育に関することは教育課までお問い合わせください、うん。では市長、ここで恒例のクイズをお願いいたします。今回のクイズはもう先ほどもおしゃべりをさせていただきましたけれども、この大切な阿蘇地域、時に浪野の方でずっと受け継がれている神楽でありますけれども、その地域で、ね、何々岩戸神楽保存会、うん、もう一つ同じような土地の地名のものがあります。この2つの神楽の地名のお名前を一つ今回のクイズにしたいと思いますので、どしどし応募していただければと思っております。はい。まあ、ヒントなんですが、市長のコメントにも言葉出てきましたが、こちらのね、候補、ご覧になってもすぐお分かりになると思いますので。そうですね、はい。この神楽ですね、まあ、決して私神楽の面をして出てきているわけではありませんので、これ自前の顔でございますから恐れ入ります。本当にね、いろんな役柄があって、役柄がいろいろいっぱいありますからね。そうですね、はい。すごくこの物語をやっぱり事前に目を通していただけるとすごく面白いし、うんうんうん、あ、そうなのかということが意味が分かって、うん、一段と神楽の面白さが、うん、伝わってくるんではないかと思います、はい。ぜひ広報明日もご覧ください、はい。ようこそ視聴室。今回は10月6日土曜日に開催される第27回神楽フェスティバルと、それから10月から各小中学校に導入されるタブレット端末についてお伝えしました。視聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で明徳農場から今年の新米阿蘇湧水米コシヒカリ2キロ入りを1名様にプレゼントします。阿蘇の伏流水で育ち、減農薬で安心安全な特別栽培米です。ツヤツヤでコシのあるお米で、こちらはオンラインショップアソモで取り扱っています。またアソモではただいま今年の新米やお米の定期購入なども受け付けています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは10月31日水曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。今年の浪野高原納涼祭りと阿蘇市民復興祭りで、合計何発の花火が打ち上げられたでしょうかの答えは3000発でした。たくさんのご応募お待ちしています。